お疲れ様です。失礼いたします。ですね、今回はですね、改めましてね、何かまた語っていけたらいいなと思っておりまして、動画アップすることに至りました。で、今回なんですけども、ですね、もう見てわかる方おられると思うんですけども、私がですね、人生初めてですね、ウルフズヘッドのスタッツブレスですかね、昔はスタッツリストバンドとも呼んでたと思うんですけども、で、まあ一番最初に買ったということなんですけども、それはですね、過去に動画を上げてるんですけども、またですね、あのお話をですね、掘り下げましてですね、また動画アップできればいいなと思っておりましてですね、また動画をアップすることに至りました。で、今回なんですけども、最初の動画でですね、スパイダーの70ミリの方ですか、こちらですか、70ミリの、ねえ、すごいですよね。ものすごいド迫力です。で、こちらの、スパイダーの70ミリの、スタッツブレスなんですけども、実はですね、前にも動画でも言ったんですけども、こちらはですね、東京都の渋谷区の、ブランドね、中古品だったと思うんですけども、そこでですね、一番最初にね、そこでですよ、そこで一番最初に出会ったものなんですよ。で、まあもう購入の決め手はですね、もうなんじゃこらっていうようなね、もうなんて説明したらいいのかも言葉も出なかったぐらいですね、衝撃を受けましてですね、その後ですね、雑誌でいろいろと調べまして、千木田の方ですかの方にですね、お店があるということでですね、行ったんですよね。で、最初はですね、何回か通ったんですよ。で、確かですね、何にも私ね、喋らなかったんですよ。で、それに対してですね、もうね、出ていけと言われましてですね、まあそういう経緯がございましてですね、その後ですね、もうまあその店内のね、圧倒的なね、雰囲気と言いましょうか、なんて言ったらいいんでしょうかね、もう喋ってはいけないのであろうかというぐらいですね、私まだその時若かったので、何分ちょっとね、まあいろんなね、お店にも行ってる中でですね、本当にね、特別な、ウルフヘッドさんの、三木田さんですか、本当にね、圧倒されました。で、そういったね、何回か通っていく、うちにですね、打ち解けまして、オーダーもしていただきましてですね、で、この50ミリ、右側の50ミリの方ですか、もう手に入れることができたんですよね。その間ですね、まだサークルブレスとか、そうですね、70ミリのサイドスタッツブレスか、もうちょっと名前もちょっともう、ほとんどね、覚えてない状態なんですけども、それぐらい、もう古い、もうかなり昔にですね、行ったんですよね。何回も何回も足運んでですね、それでですね、いろんなものをオーダーしていただきまして、作っていただき、
ただいたんですけども、まずですね、ないんですよ。こういったものは、ありますかと、お聞きしますと、もうないと、頭越しからもうないと言われます。で、もうね、そういったこともね、ブルーズヘッドさんにも限らずですね、そういったお店もございましたので、ね、本当に懐かしい思い出の、スタッツブレスなんですけども、で、そうですね、もうこれがなければですね、スタッツにもハマっておりませんでしたし、で、HTC もね、ハリウッドランチ、なんとかだったかな、マーケットだったかな、トレーディングカンパニーか、ですかね、HTC さんの方はですね、もう同時ですね、同時期にですね、買ってもいてたんですよ。で、やっぱりですね、これ素晴らしいでしょう、もうアートでしょう、もう言葉が出ません。で、つけるとですね、やっぱり存在感がすごいんですよね。で、まあそうですね、やっぱりド派手なものをつけておりますとですね、やっぱりシンプルめなものが欲しくなってきますので、これ以降はですね、これちょっと省きまして、これ以降はですね、いろんなものを買っていったんですよね。シンプルめなものとかですね、買っていったんですよね。で、実際これちょっと開けてみましょうか。ちょっと硬いですね。ですね、で、70ミリなんですけども、やっぱり夏場ですね、シルバーアクセサリーとかがですね、ちょっとですね、ね、若干ね、かかってますが、ここなんとか残ってるんですよ。ここのね、ここの部分が残ってるのと、あれ消えてますね。ちょっと待ってくださいね。なんとかね、印字は残ってるんですよ。なんとかね、そうですね。これちょっと画像動画では分かりづらいと思います。残ってるでしょう。若干ね、ここら辺残ってるんですよね。やっぱり消えますね。残ってます、ちゃんとね。ほら、残ってるでしょう、こうね、ここね、残ってるでしょう。こことここも唯一ここだけしかちょっと把握できておりませんが、で、青サビですね。素晴らしい。ですよ、もうウルフゼットさんがなければですね、もうこういったものも買うこともできませんでしたし、知ることすらね、わからなかったんですよね。で、こちら50ミリなんですけども、まあ70ミリが欲しい。あ、これはね、もう普通の中華ショップで買ったんですけど、やっぱ50ミリも欲しくなりますよ。なってきますよね、どんどんとね。やっぱり70ミリが、飽きてくるっていうわけではないんですけどもね、自分的なコレクション的な感じでですね、買っておりましたので、こちらですね、こちらもここに見てみましょうか。若干ここ残ってるでしょう。ここもね、こういう風に残ってるでしょう。もうさすがにね、もうかなり年数経ちますんでね、でも今もなおね、
愛してるんですよね。おそらくですね、こんな汚かったら怒られますね。あのつけていってこんなに汚く着用してですね、持っていきますとやっぱり怒られますよ、絶対に必ずね。綺麗に使ってくださいってことなんですけども、本当に私にとってはね、懐かしい思い出の、もう本当に人生初めて買ったスパイダーが 70mm の、ウルゼットのね、ものを買ったのはですね、この 70mm からのスパイダーから始まりましてですね、50mm とかね、15mm とか、そうですね、そういったものを集めていったんですよね。だからですね、一時ね、ちょっとね、買うことをやめたんですけども、ワークマリアさんの方で買うことになってしまったんですけども、やはりですね、コラボものといえるもの、いろんなものを、ね、ウルズヘッドさんは本当にね、してくださるので本当にね楽しいんですよね。だからそうですね、本当に革の本質とかもねすごいですし、こんなに熱いでしょう。本当に私にとってはですね、このウルーズヘッドさんがなければですね、さらにですね2つものをですね、買ってはいかなかったと思ってはおります。で、まあそうですね、これに限らずですね、またいろんなものもね、まだですね、別枠の形と意味といたしましてですね、また動画も上げていきたいと思っておりますので、最初の動画は一発でもう結構いろんなものを載せたんですけども、ちょっとですね、また改めて掘り下げた形でですね、ちょっと語ってみることにいたしました。で、またですね、私物紹介と言いましょうか、何か雑談ごとを語れるようなものがございましたら、また動画もアップしていきたいと思っておりますので、何卒応援の方をよろしくお願い申し上げます。今回はですね、ちょっとウルフズヘッドにの初めてですね、私がですね、ウルフズヘッドの、ブレスレットを買った経緯をですね、ここから始まったということで、ちょっと雑談ごとをしてまいりました。で、また何かお時間ある限りはですね、また動画も上げていきたいと思っておりますので、何卒応援の方をよろしくお願い申し上げます。で、そしたらですね、また気軽にコメント書いていただけた構いませんのと、あと、バッドボタン、グッドボタンもどちらもね、押していただけたら助かります。それではですね、今日も一日失礼いたします。今日も一日ご苦労様でした。本当にありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。